俺たちが出会った人だ。瑞子が鬼になって右も左もわからない俺に鱗滝さんを紹介してくれた富岡さん、そしてまたここでも助けてくれた、感謝しかない。体中が痛い、苦しい、痛いと叫びたい、でも我慢だ。足を止めるな、体を動かせ、少しでも遠くへ。